電車さんがいっぱいだカズチチャンネルへようこそ。いつも宮武骸骨についてやってると思いますが、今日も国慶新聞を押さえるという話ですね。いっぺん国慶新聞ね、一から やってみたいと思って、この間ずっと、1号から130何号まで通しで見てたんやけど、はいはいはい、やっぱり、表紙の話からいきましょうかね。はい、うん、表紙はね、なかなかこの自分の雑誌としてはね、斬新なことをやっててね。どう斬新なんですか？このね、ずっと1号から、1号はちょっと、状態が悪いけど、こういう女の人の絵が描いてある、ね。芸者さんですか？うん、これ芸者さん。で、この自分、これ明治34年やね、第1号。だからまだ日露戦争が始まる前ですよね。ああ、そうですね。うん、で、その自分は、結局、今やったら女優さんの、グラビア写真ですね。グラビアね、がアイドルとか、そういうのはつかないけど、その自分そんなんないから、ええ、結局こういうのは、芸者さんっていうのが、一種のスターなんですよね。ああ、なるほど、うん。で、その自分、例えばタバコなんかでも、タバコカードなんていうのがあって、ええ、景品でカードがおまけについてた時なんかもね、はいはい、こういう芸者さんの写真、ええ、それから政治家の写真、そう政治家そうどちら様で板垣大輔やとか西郷隆盛やとか伊藤博文やとかそういうなんね、うん、そういうなんでも結構みんな喜んでたわけね。そうなんですか。やっぱ当時英雄やったんですね。だ、うんうん、から女の人の写真をで表紙を飾ろうと思うと結局こういう芸者さんになってる、ね、芸者さんね。で第1号まあ見ていただいたけども、これがね宮崎骸骨よくやる手なんですけどね、これ第60号なんですよ、ええ。これ全く1号と同じ人使って、同じ原版使って色変えてるわけね。なんかね、あさりちゃんっていう漫画で1巻と100巻がそんな感じでした。あ、で、これはね、61号っていうのはね、何ですっていうかね、ええ、61の還暦なんだよ。60回回って、だから同じやつを載せてみようっていう、そういう趣向やね。じゃあ、この人はおばあさんってこと、うん、60歳。いや、若い、まあ、そういうことを言ってるのかな。そう。もう、この新聞自体が、やっと、61号まで、頑張ったっていう話だよね。なるほどね。で、まあ、それで、2号、3号ってずっと、この写真見てもらったら面白いかなと思うんやけども、なるほど。1号の最初のとこにね、写真屋の広告、大体、この、国慶新聞っていうのは、割と広告の多い雑誌なんですよね。広告自体面白いですね。広告自体も面白いしね。なんやけど、第1号はさすがにね、まだ広告がそんな取れてんのってね。まあそうでしょう。で、結局この雑誌を印刷してるとこの印刷屋の広告と、それからこれ撮ってる写真屋のね、広告と。それは宣伝になるでしょうね。まあ宣伝になるからね。きれいに撮れてたら、うん、その第1号のとこの、1ページ開けたところにね、はい、美人写真掲載予告って言って、そういう広告をその写真屋が出してるわけ。美人前提ですか。ほんでこの自分のところではそういう芸者さんの写真たくさん撮ってるから、うん、それを使ってその表紙を飾りましょうと。芸者さんは使ってるお店の宣伝にもなりそうですね。うん、うん、それはね当然そうなるんやけども、でまあここでこの写真屋さんとしてはまあ、100号ぐらいまで続いたらね、ええ、それで美人投票でもしたらどうやというようなことで、この雑誌を買って一冊買うことで一票やったらいいじゃないですか。まあ、そういうことも考えられるわね。考えてたとかじゃないですよね、まさか。いや、確かにね、ええ、他のことで、これ、結局美人投票はせずじまいだったんやけどね、他のことで、例えば、大阪のケチな人の、投票とかね、ええ、ずるい人とかね、うん、そういう変な人ばっかり、誰が名士でね、ええ、有名人で、ええっていう、そういう投票をね、第1号でやってる。やって、集まったんですか。で、第1号やからね、そんなで募集したから、そんなに集まらないけど、一番多い人でも20票とか30票ぐらいやけど、まあ、それでも1位、2位、3位言うてね、発表してるんですよ、ね。はがきが高かったかな、うん、この時代やったら、まだ。いや、はがきは
そんな高いことないよ。あ、そうなんですか。うん、な、あの、一銭か、もうだいぶ後の方で一銭五輪。この明治やと五輪ぐらいかな。五輪のハガキとか言って。ってことはまだ知られてなかった雑誌なんですね。うん、そうそうそう、この時は。それでもこの第一号を出した時に、こういう変わった雑誌がなかったから、それでこれは割と爆発的に売れて大成功した雑誌なんですよ。そうですね。で、そこで、そこへ持ってきて、まあ、あの、面白いだけじゃなしに、その、割と戦闘的でしょ。そうですね。政治家伊藤さんに喧嘩売ったり。うん。それから、東本願寺の盆さん、あざけったりね。それから、大阪毎日、大阪朝日っていう新聞社相手に、いろいろ喧嘩してみたりね。今でもやってほしい、うん。それから、そういうなんで、結構、あの、爆発的にというか、よく売れたんですよね。なるほど。この雑誌がね。うん、だから、その、とりあえず第一回、宮崎骸骨のことをいろいろやりたいけど、その写真を今回はずっと、まあ、60号ぐらいまでは、こういう写真で、やってるんで、なるほど、それを見ていただこうかなと思います。貼り付けていきましょう、うん、はい、まあそういうようなことでですからね、国慶新聞の表紙を一から見ていただいて、で時々そのコメントさせてもらおうということにしましょうか。なるほど、わ、ね、かりました、うん、じゃあ見ていきましょうか、うん、そうしましょう、はい、それでは見ていこうと思います、うん、1号ね、はい、1号はもう状態が悪いから、同じ写真が61号に出てる。なるほど。61号は参加していた、うん。こういうことですね。これはまあ代表的なその自分の、まあ、美人の芸者さんを載せてるんやけど、それからこのスタイルでね、ずっと行くんかなと。美人の写真をアップしたやつを載せていくんかなと思ったら、もうね、3号なんかでこんなして、遊んでる、こんな遊びしてたんですね。目隠ししてね。なるほど。庭で、舞妓さんが集まって遊んでるというような絵でしょ。ええ。から、あともね、ええ、これは庭でこうして、茶店でお茶飲んでるとこやね。当時のスタイルですかね、ねこれは。梅かなんか見に行ってるんやね。うん。から、これは、家で子供相手に勉強させてるのかな。このお子様は芸者さんですか。うん、芸者さんではないでしょうね。それでもまあ、なんていうの、下じっこというか、まだなる前の見習いみたいなのを使ってるんじゃないですかね。なるほど、そうなんですね。うん、次は、これはえらい顔に昔の。でも結構綺麗ですね。うん。だから真ん中だけは、芸者さんやよね。なるほど。なんか変な写真やね、それでも。そうですね。そして。これは、まあ、ちょっとどっか、名所なんやろうけども、どこか私分かりませんけどね。なかなか解説とかはないんですかね、ここには。うん、何にも そういうのがのうて、その辺が残念なところですね、うんうん。今やったら解説あるのにね。うん、これなんかすごいね。自転車ですよ。自転車で。ね。この時代の自転車って言ったら、ベンツクラスでしょ。そうですよ。なんか、宮崎骸骨は、その、ね、最初の頃に、こういう雑誌出す前の田舎で、そういうことやりたい言うて、親にねだって、600円かな。なんか。300円だったんですか。300円だったかな。300円。ええ、親にねだって、お金出してもらって、うん、それをやろうと思ってたとこへちょうど自転車の話聞いて。で、買っちゃったんですよね。それ300円で買った、300円はすごいですよね。ですね。今やったら5、600万かもっとかもしれない、ね。この自転車はこの芸妓さんのものなんでしょうかね。これは違うでしょ、そら。まあ、せやけどそういうのを、結局。今で言うと、ながら運転ですね、これ。こんなん運転してない。ここでも足。止めてるんですか。うん。それから、こけんようにして無理に。それならいけますね。うん。やってるんでしょうね。なるほど。続いては。続いては、これは、猿沢の池やね。奈良の。ほうほう。それ、舞妓さんやね、これね。うん。なるほどね。お。
これはどっかな、箕面の滝かな。これ見て場所を当てるっていうのも面白いんですよ。そうだね、当時それで話題になったのも。要するにそういう名所、みんなが知ってるような名所なんですね。これは近江の片田っていうとこの、浮見堂っていうとこやね。琵琶湖ですね、じゃあ。琵琶湖のね。今でもあるじゃないですか。うん、ありますよ。これはもう水が、本当にないけど、今、この、もうギリギリまで水ありますね。はあ、うん。これは多分ね、泥八丁かな。泥八丁泥八丁言ったら、吉野の、吉野熊の国立公園。ああ、そうなんですか。あの辺やね。これは住吉神社の太鼓橋。ああ、こんな橋やったんですね。今でもありますよ、これ、このまま。同じ橋なんですか、うん、あれ。うん、住吉は、この太鼓橋が有名。太鼓橋と、それから、灯籠がね。なるほど。大きい灯籠があって。これあ、菊人形はかなり昔からありますからね。あ、そうなんですか。うん、それが名残かな、これ。うん、お人力車。人力車にね、乗ってる。これも場所はちょっと分かりませんな、どっか。うん、まあ、そやけど、まあ、京都か大阪でしょうな。なるほど。近いところでやって。これも場所わからないなぁ。だけど、なんかとにかく野遊びしたり、そういう、まあ、見るだけでも楽しいですね、うん、これは。それからそういう、最初に、皆は一号を見たら、ずっとその美人の大写しのが、並ぶんじゃないかと期待したんじゃないかと思うんですけど、ね。結局、その二つだけなんですか？うん、そうそう。はぁ。でこれなんか、それこそ、昔の遊郭の顔、並んでね、顔を見せてる。昔のってことは、この時代にもないんですか？まあ、この時代のでしょうね。うん。だから実際にそういうとこへ並ばして、結局客に寄らせるわけでしょ。なるほど。まあ、遊郭というだけでアダルティなイメージがありますな。そうですな。そういう雑誌なんですよね、うん、これ。うん、結局、それはもう、これ自体は、これは何です？これは鶴に乗ってるとこやね。それからこういうなかなかこのやろうと思ったらこの剥製かなんか。これどうやって撮ったんですか。すごい。だからねこの自分やったら写真を合体させたんかもしれないし。まあ、イメージとしては鶴の恩返しですかね。多分。テーマ的には。ねえなんかちょっとわからんけどなかなか昔の表紙としてはやりにくい構図じゃないですかね。あら、楽しそう。カルタかな？これはカルタですね。なんか芸者さんのイメージですね。ねえ。から、これは金閣寺だな。一休さんを思い出します。え、金閣寺だね。金閣寺は一休さん関係ない。一休さんというよりも、吉光公のところにいつも一休さん行ってるんで。ああ、なるほど、なるほど。そう。金閣寺見ると一休さんというイメージが。金閣寺と、ああ。これは、松島や。宮城県の松島屋の人です ね、うん、ね今で言うとこれがお座敷遊びでねアイドルの集合写真みたいなんですよそうやねそういう感じですね、うん、あこの富士見に行ってんねここわらぶきの農家でやっぱりちょっと建物自体を時代を感じますね建物がやっぱり時代やね、ええ、うん、ええ、それから、ええ、こう久しぶりに写しで2人並んでそれでもやっぱりなんかこっちの子なんかおぼこい感じの子やね左の子だねうんこれは同じ職業の人ですかねそうでしょうねなるほどまあこんなとこでまあここまではだいたい名所とかそういうものと組み合わせたりしてるけども、やっぱりちょっとマンネリになってきてるんだろうと思うよね。ええ、で、この後、ちょっと手を加えたようなね、なるほどもうやりますんで、それは次回ということにしましょうかね。機会があったらやりましょう。うんうん、皆さん、面白かったらコメント欄にお書きくださいませ。で、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。